散歩始まりました。今回の方散歩はですね、茨城県の霞ヶ浦市で、どうやら一菊式のとか、あとは渋獅子とか、横文字でね、横文字っていうのはあるんですけど、横に書くと長いっていう市の中では一番長いと、言われてます。はい、まあ、ひらがなだからかね。ということで行きましょう。霞ヶ浦にあって、船がいっぱい並んでるんですよ。それだからさ、よく見たら船のね、帆向きがおかしいんですよ。普通の船ってこう進むのに対して帆がこうなってるけど、進むのに対して帆がこうだから、こう進むのかな。ちょっとこれ変ですよね、これ。霞ヶ浦の、佐賀小学校が、ここね、今は使われていないんですけど、廃校になったこの小学校が、今はですね、キャンピースっていう名前に変わってですね、キャンプができるところになっているということで、まあ、キャンピングカーでね、こう乗り込みたいところですけど、しまってます。どうやらなんか薪割りができたりとか、テント立てたりとかしてね、校庭でキャンプができるらしい。なんかね、この辺でね、行われている寮で、森本良平っていうね、人が発案したほびき船、市役所で見たやつですね、これ多分ね。これで船をこう風になびかせて横移動しながら網を引いて漁をしていくという漁の一つらしいですね。ここが、このね、地名と一緒の名前です。霞ヶ浦なんか鯉の出荷量が、ね、日本一ということで、鯉を、食べるのかな、食べれるんですかね。鯉料理ってなんかどこかいろんなところでありましたけど、ここから出てる鯉なのかもわかりませんね。だからあれが多分餌をやるところなんですね。はい、ということで霞ヶ浦市散歩させていただきました。ワカサギとかをね、取る漁なんで、まあ、池で、ね、やっている漁ですね。実際に、ね、見える。ということで、ありがとうございました。